金が新年虎年っていうことで虎で何かできないかなって思いまして、あと前回 3D プリント製のタコって飛ぶのっていうことをやった時に 0.2 ミリの厚みのかなり薄い形状がめっちゃうまくいっちゃったんで、今回は 3D プリンターで紙を刷って折り紙できるのか虎を折って検証していきます。じゃあ早速モデリングしていきましょう。今回はね、四角形描いてポーンで終わり。じゃあ印刷していきましょう。今回もいい感じに育ちましたね。じゃあペリペリ収穫タイム。指が透けるぐらいめっちゃいい感じ。じゃあ折っていくよ。本当にね、紙みたいな薄いプラ板っていう感じですね。ちょっと硬くて折りにくいんですけど、まあ折れなくはないかなって感じ。あ折れた。やっぱり方向によって強度が違うね。じゃあどんどん折っていくよ。シートが重なってくるとかなり折りにくくはなってくるんですけど、まあちゃんと折れるね。広がってくるところとかは接着して OK。 最後にお絵描きして完成。いい感じに可愛く仕上がったんじゃないでしょうか。今日も楽しい日だった。じゃあねー。